ケ線語とは、医師の山浦春次が、日本の気仙地方、岩手県陸前高田市、大船渡市、住田町及び宮城県気仙沼市など、等の地域の言葉に対し、これを一つの言語とみなして与えた名称である。山浦の考案した、気仙式ローマン字と称するラテン文字による聖書法を持ち、山浦による文法書、辞書、文典、音源などが多数編算。 作成されている。山浦が最初に、気仙語を広く世に通ったのは1986年、文法書、気仙語入門によってである。本書は同年、日本知名学会、風土研究賞を受賞した。文典としてはまず1988年に、気仙の歌が刊行され、その後、2002年から2004年にかけて、新約聖書の四つの福音書がギリシア語の原点から、 翻訳された。この福音書には著者が朗読した音源 CD が付属している。辞書は2000年に気仙五大辞典が刊行された。上記の翻訳聖書は、成文を気仙式ローマ字によって綴り、副文を一般読者にも読みやすいように工夫した漢字から混じり文で書いてある。従来の直訳体の日本語訳の聖書では、 理解が困難であった多くの箇所が生き生きとした生活の言葉で語られている。聖書の理解に役立ったとして、2004年、著者とその仲間の下船二28名がバチカンに招かれ、教皇ヨハネ・パウロ2世に下仙語訳新約聖書四福音書を直接検定して祝福を受けた。上記四福音書のオンデマンドペーパーバック版、下仙という地名の語源については、 諸説があり、詳細は、気仙群の項を参照。山浦は、漢字の、気仙という文字の選択は、山東県によって定められたものであるとして、カタカナ表記で、気仙語としている。アクセント形式による分類では、東京式アクセントの第二種に属し、しかも、それからかなり離れた特殊アクセントとして、分類されている。しと、ちとつ、じとずと、 字と図を区別せず、一音節の中に二つの母音成分を持つ二重母音を有し、また対応する共通語の語中の家業と多行の音が、濁音化するなどの音韻上の特徴を持つ。したがって、家業の濁音と微濁音とは、明確に対立する。慶戦語の語も、現地音では微濁音である。山浦によって考案されたら天文字による聖書法を有し、 気仙語の学術研究においては、こちらが用いられる。一方、これとは別にカタカナやひらがなに麹を加えた表記法も存在し、山浦はこれを用いた漢字かな混じり文によって、気仙語版新約聖書の副文や演劇用の脚本を執筆している。以下の表記法は、突起がない限り山浦春次、気仙語の世界での記述によるものである。 気仙式ローマ字気仙式ローマ字は、訓練式ローマ字をもとに26の字母と3つのアクセント記号、マクロンおよびアポストロフィーを用いて表記する。母音は、長短の区別があり、長母音は、マクロンを付加して表記する。なお、各文字の発音については、以下のような発音の例外が存在する。アクセントアクセント記号は、短母音の場合は、 高音で発音する部分に、高音記号として、アキュートアクセントを付す。長母音、二重母音及び、と発音するシーンを伴う、短母音の場合は、上がり、上詞のアクセントとなる場合は、上昇記号として、ハーチェック、を、下がり上詞のアクセントとなる場合は、下降記号として、サーカムフレックス、をそれぞれ付す。なお、二重母音にハーチェック及びサーカムフレックスを付す。場合は、 原則的に後ろの母音にフすが、例外的に二重母音 A のみ前の母音 A にフす。音調が竹線後のアクセントは、外輪等強式アクセントと無アクセントの間の曖昧アクセントである。単語単位で見た場合には、ピッチの上がり目が全く存在しない平板式アクセントと、アクセント格となる一拍のみ高く発音する起伏式アクセントの2種類に分類される。また、 分節単位で見た場合には、アクセントの位置により、以下の3種類のアクセントの型に分けられる。ただし、これらの分類に当てはまらない例外的な型の指示も存在するほか、字によっては、上記の原則とは異なる位置に、アクセント角が移動する場合もある。音便山浦は、下線後において、以下の4通りのシーンの発音変化を音便として定義しており、音便化が生じたシーンの直後に、 音便記号として、アポストルフィーを表記する。子音の無声化無声死音母音 I,U 死音母音 A,E,O という音声の並びが存在し、母音 I,U の直後の子音が B,D,G,R,W,Y,Z のいずれかである場合、母音 I,U は無声化することがある。この時、これらの母音の直後に続く子音は同時に、 以下の表の通りに対応する無性子音に置き換わる。なお、このように無性化が起こったとしても語義に影響を与えることはない。気化のひらがな、カタカナともに気仙語独自の発音を表現するため、3つの語字や半濁点を用いて拡張された表記法が考案されている。また、二重母音や長母音は、後ろの母音成分の発音を カタカナの捨て仮名で表記することで表現する。気仙ンゴロオマジでは、愛と記される、は、気仙ンゴ仮名では、え、あ、エアのように表記される。山浦による気仙ンゴ文法は、時枝文法をもとに発展させたものである。指示分類括弧内の品詞は、対応する学校文法での品詞分類の目安である。表現動用紙動用紙の活用は、 活用語尾の変化に応じて五段同士に相当する第一種活用及びそれ以外に相当する第二種活用の二種類に分けられる。以下、五感を S で、このうちいずれかの母音がアクセントを持つものをで表すこととする。一型同士は、連用形の直後に、欠字たあるいは出が続く場合、五感末の死音に応じて以下のような音便化を生じる。音型二型の場合は、 さらにアクセントが欠字に移動する。正用指定用紙の活用は以下の通りである。その他否定疑問文,文に対するはい、いいえの応答形式が標準語とは反対になる。また、接続語のににあたる言葉は差である。ありがとうございます。